ウントロギさんとフミさんですかね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ここからは上級無差別クラスということで、まあ1級から4級の方々はみんな互い戦でやりましょうというクラスになります。いやもう本当に、ね、はい、すごくなんかね、あの記録差があっても互い戦で打たなければいけないということで、うん、そうですね、バチバチした戦いがもうこの無差別級の方には、あの戦いが多い。そうですね。ではですね、ちょっとそちらの方やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、ではあの子供のテーマを、はい、はい、お伝えします。はい、はい、子供のテーマは攻め合いを読んでみようはい、ということでね、はい、いや攻め合いはこれね、まあ、読む皆さんやっぱ攻め合い読んでると思うんですけど、やっぱり読み方のコツみたいのはあるんですか？そうですね、読み方、うん、やっぱ攻め合いは結構特殊でして、はいはい、あのやっぱその攻め合いだけの本があるぐらいなんですけども、うんうんうん、まあ、やはりコツとしてはなるべく、はい、あの相手のスペースを狭めていくことが大事になります。はいはいはい、スペースが広がってしまうとその分攻め合いの数が伸びてしまいますので、はいはい、この部分もですね、ちょっとこうスペースが伸びたことによって攻め合いが逆転したりとか、うん、ちょっとそういったことがありますので、なるほどなるほど、はい、まあ、攻め合いに特に注目してね、うん、この攻め合いがしかも勝敗を決めること本当多いですからね。多いですね。やっぱ取るか取られるかですから、これも全然結果変わってきますんでね、ぜひそのコツ見させていただきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、すいません、先番が、あ、そうですね、はい、ごめんなさい、はい、はい、ウントロギさんが先番です ね、 はい、はい、実際、はい、こうなりまして、実践ですね、あのこの後もですね、うん、やはり無差別級、あの皆さんよくいろんな形もご存知で、うんうんうん、まず布石の立ち上がり、はい、全く問題ございません。うん、うん、とても、まあ、黒が三々にまず入っていって、はい、うん、地を稼いで、で白のふみさんの方が、はい、まあ、あのこちら左辺側の模様を広げているというところですね。はい、で実践、はい、こちらの帽子もいいところで、うんうん、なるほど、いやこれね、はい、お手本になるぐらいのね、うん、あのすごくいいとこです。あ、両者ともにいい打ち方されてますね。で、はい、ちょっとこちらに来て何かの白受けてくれるのかなと思いきや、うん、ここでふみさんはこちらの方に、お、気合いもいいですね。でこれはあのただ受けるだけだとやはりちょっとね、はい、あの浮きかされになってしまいますので、うん、はい、まあ、例えばこのぐらいに打たれたとしても、うん、まあ、白がだいぶぺちゃんこになってしまいました。うん、なるほど。まあ、どちらかというと黒がちょっと気持ちがいい展開というところですかね。はい、ちょっとさ、黒の方が、意見が通ってしまった形ですね。なのでこの手はですね、まあ、大きく攻めるという意味でもすごく良かったですし、はい、でウントロンギさんの、はい、あ、すいません、こちらにこう出切った手、はい、やっぱり実践なんですけども、はい、この手もねすごく良かったです。うん、両者ともになんかね、うん、気合が入ってますね。はい、いいですね。なんかね、もう本当にもうプロが打ってるぐらいな感じのすごくレベルの高さがあって、ね、で、なんかここに打たれると白も結構4つ怖いですけどね、左辺の。そうですね。大丈夫ですかねこれ。ちょっとこの白4目がだいぶ怖くなってきたので、はい、ここであのふみさんも、まあ、あの守りに行ったんですけども、うん、ちょっとね守る時のコツがありまして、はい、はい、実践ここで繋いだんですけども。はい、つなぎだと実戦のように下がられてしまって、うん、はい、まだねこことここがちょっと遠いんですね。あ、なるほどなるほど、はいはい、まあ、実戦なんとかつなが、あのつなげに行ったんですけども、はい、少しやっぱここは破られてしまいました。なるほどなるほど、はい、なのでここでおすすめはですね、うん、一歩でもちょっと援軍に近寄っていきたいので、はい、ここでね駆けついてしまうのがおすすめです。あ、そうなんですね、なるほど。まあ、これでもじゃあ例えば同じように隅を何か守るぐらいですか？そうですね、例えばこちらに何か黒打つのは跳ねられてしまって、はい、これはあの死んでしまいますので、うん、あ、これ確かに黒がね大変ですね。黒としてはこちらでは、はい、あのここに当ててあの打つぐらいだと思います。はい、でここでやっちゃいけないのが、うん、つなぐのは、うん、ブブーでございます。あ、ブブーなんですね。ブブーでございます。出ましたブブー、はい、前も1回だけいただきましたけどね、はい、えこれはダメなんですか？これはですね、はい、もうこの1本だけで黒がだいぶ安全になってしまって、うん、例えばそうですね、こちらの方に打たれたとしても、うんうん、これは白死んでしまってもおかしくないぐらいの弱さになってしまいますね。はい、あ、そうなんですね。なるほど、じゃあつながない。そうなんです。当たりだからつなぎたくなりますが、はい、駆け継ぎの場合はあえて当たりを刺して、うん、そしてさらにこちらの方に打っていくのが、はい、あのこの駆け継ぎのちょっとした効果なんですね。あ、なるほど、これで確かになんか連絡できそうですね。そうですね、はい、あの大ゲーマですけど、まあ、あの2000に近い大ゲーマですので、うん、はいはいはい、これはの黒を、分断することはできない、はい
ないですね。うん、なるほど、そうなんですね。確かに確かに。じゃあ駆け継ぎなら綺麗に連絡できたというところですね。はい、そうなので実践はですね、うん、ちょっとこの駆け継ぎの戦法で行きたかったんですが、はい、実践はちょっとつないでしまったので、はい、あ、失礼しました。で下がったかな。下がりで少しここで多分ふみさんの方が悩んだと思います。うんうん、同じような感じで打つとちょっと、そうですね、同じように打っておくと、はい、まあ、例えばここにつけて、はい、こちらにこうあの跳ね出されたとしてもですね、はい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 、あ、繋がってはいるかな、でもかなり怪しいですね。うん、はい、なんか切って切ってこういきますか。あ、なるほど。はい、はい、ただちょっとこれはですね、あの、まあ、これ繋がりましたけども、うん、はい、かなりぺちゃんこになってしまいましたし、そうですね、さっきよりだいぶぺちゃんこになりますね。はい、はいはいはい、あとはそうですね、もうちょっと例えば、うん、あの少し作戦立ててこちらからつけていくとか、うん、何かあの嫌な味が残っていますので、うん、なるほどなるほど、はい、なのでこの場合はちょっとあの、はい、少し遠くに離れてしまっているのが、うん、あのちょっとこのつなぐことでですね、はい、はい、少しやっぱり白のちょっと嫌味になってしまいましたね。そういうことですね。はい、で実戦はですね、うん、まだあの藤本さんおっしゃる B の方が良かったと思うんですが、はい、ちょっと覗いてしまったので、はいはいはい、はい、でもちょっとでもこうね頑張ってつながる技を探したという感じですが、うん、はい、はい、ただここでですねトロンギさんのこのつけてこの、はい、あの出て切った手がやっぱ厳しくてですね、なるほどなるほど、うん、はい、ここで少し一瞬白はね悩ましいと言いますか難しくなったんですね、うん、はい、で実際はですね一応まあちょっとこう白がギリギリうまくいく形ではあったんですが、はい、こちらに打って、うん、あのこうなった時に、はい、ここでね実はこの後のポイントの攻め合いを読んでみようが出てきたところだったんです。なるほど、出た攻め合いを読んでみよう、はい、テーマ出ましたけど、かなり、まあ、大きな攻め合いでね、そうですね、まあ、読みたいのは山々なんですけど読めないぞというね、そんな雰囲気のとこなんですけども、ね、はいはい、これあの、うん、もう皆さんきっとお気づきのように攻め合いというのはこの2目 VS、はい、この白の何目かな、たくさんある石とこの1個ですね、うんうんうん、いやこれは難しいですね。これは万波先生だったら見たらパッと読めてしまうようなところなんですか。私もちょっと読みがだんだん遅くなってきて、はい、いや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 、とんでもないです。一生懸命ちょっと考えれば、はい、なんとかギリギリ読めるんですが、はい、はい、ただ読めなかったとしても、うん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 、まずポイントとしては、うん、なるべく相手のスペースを狭めることが大事になります。なるほど、そういうことですね。まあ全部読み切るのは当然難しいですから、まずそういったなるべく相手のダメを詰めていくとか、はい、そういう狭めるっていうことが大事になるわけですね。そうなんです、はい、それだけで攻め合いですね、1手とか2手とか違ったりしますので、はい、実戦の進行はね、はいはい、ちょっとねここに繋いでしまったので、はいはい、まあ二目が弱いから逃げようという意味ではとても自然に見えるんですが、そうですね、ここ繋がってはいるんですが、うんうん、ただちょっとこのように打たれてしまうと、はい、かなり黒の方がこう広がってしまったんです、ね、確かに、でまた広い方に逃げようとするから捕まえないといけないですもんね。はい、はいはいはい、そうですとあの、はい、この後進行あの白は最後うまくはいったんですけども、うんうん、ちょっとあのかなり苦しいと言いますか、うん、危ない進行になってしまいました。危なかったですね。はいはい、じゃあここでどうすればよかったかということで皆さんもねちょっとだけ考えていただきまして、はい、さあどうするんでしょう。ここで白番で、うん、あんまり難しく考えなくて、うん、大丈夫です。じゃあ藤森さんどこに行きますか、はい、なるほど、じゃあ難しく考えないでということだったんで、はい、今さっき2個つながったけどちょっとその手がまあつながっただけになっちゃったんで、じゃあ押さえるような駆け継ぎみたいな形で2個のダメを詰めてみるのはどうでしょうか。早速藤森さん正解でございますありがとうございますいやいやいや、新しいのにこのいいですね、はい、いやさすが藤森さん、うん、合ってますか。今3回連続大正解、ね、そうです、3回当たってますここまで、はい、じゃあこれで湘南まであとちょっと、はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう、うん、さあここで押さえれば、はい、じゃあ攻め合いなんとかなりそうですか。そうですね、ここに押さえる、うん、まずとにかく攻めることが大事です。黒としてはなるべくこうスペースを広げてはいるんですけども、ね、これで攻め合いがどうなるかですよ、はい、まあ、ちょっと当たり前仕掛けの打診で押しておきましょうか。はいはいはい、こちらに例えばもうどんどん広げていくのが黒としては粘りなんですけども、うん、でこれ以上ちょっと黒さんはこれスペースが広まらなくなってしまいました、はい、で白も一応かけつぎになって、はい、もうあの自分の方が特に補強が必要ないので、うん、その後は例えば目を奪いに行く、はい、もしくは、うん、この場合は例えばこのように跳ねてダメを詰めてね、はい、ダメを詰めてしまってもいいと思います、うん、なるほど。でこの攻め合いはどうなっていくんでしょうか。そうですね、うん、ちょっとまず手数数えてみます、うん、黒が1,2,3,4,5,6 手ですね。はい、で黒の方が、まあ、例えば当てに対してこう繋いだとしても、うん、見る限り1
て2手しかありませんので、はいうんはい、とにかくスペースを狭めていけば、はい、意外に手数は短いと、はい、思っていただければいいです、うん、なるほど、うん、確かにね、これじゃ白が随分攻め勝つと勝ってますねいうところで、じゃあここはぜひとも2目の頭を跳ねてダメを詰めていきたかったっていうことなんですね。そうなんです、はい、そうすればこれ白さんとしては、うん、うまくふみさん言ってたと思うんですけども、うん、はい、実戦はですねちょっとやはりこのように、うん、安全かなりしっかり安全な手を選ばれてしまったので、うん、はい、ちょっと黒に今広げられてしまったんですね、はい、うん、こうなって、まあうん、久美さんのこの手はどんどん行かせないためのいい手ではあったと思うんですが、うん、はい、はい、ここでですね、黒さんがちょっとここに跳ね出してしまったので、うん、はい、ここにつけて、はい、はい、これはなるほど、こういう別れになったんですね、はい、結果、はいはいはい、ちょっとこれ2目がだいぶもう、うん、白の方が取れるに近い形になりましたので、はい、これは白が安心しました。なるほど、なるほど、うん、じゃあ最後ですね、ちょっと黒どうすればよかったのかということなんですけども、はい、ここでね、はい、はい、読んでくれたので、はい、やっぱりスペースを広げてください。スペースを広げる、はいはいはい、じゃあ藤本さん最後の一手、あ、なるほど、どこにスペース広げていきますか。これスペース広げる難しいな、ちょっと2つ考えられたんですけども、うん、ここでじゃあ手堅い方で、はい、まずやっぱりこっちから当たりをするということで、そうです、どうでしょう、うん、まずとにかく当たりをすることによって、はい、これだいぶスペースが広がりましたね。そうですね、うん、はい、でこの後ですね、例えば、うん、まあ、スペース広げるとこういう手も打ちたくなるんですけども、はいはい、これ2目のぶつかりでちょっとこういう手も、ね、握手になりやすいんですね、はいはいはい、なのでここでは冷静にこのようにも引いてしまってください、うん、なるほど、するとさっきより確かにだいぶ黒のスペースが出てきましたね、うん、ね、だいぶ大きくなりましたよね、はい、で、まあ、次跳ね出されてはちょっと黒さん、白が例えば他のとこ打ってやったら、確かにここ打たれたら大変ですね、うん、なんで引くぐらいですか、はい、引くかダメ詰めるかね、うんうんうん、そしたらですね、はい、これやっぱりスペースが広がったということはかなりダメ、はい、ダメも大きくなってきますので、はい、例えばこれ一歩一歩もこのように詰めていったとしても、はい、さあこの攻め合いは一体どうなるんでしょうか。はい、詰めていってもこういきまして、おお、確かにそうですね、これもまあとてもつないでもいいですね、でこうなってもまだ黒が2手で、はい、これ次白も次2手ですので、はい、次黒から打てば、まあ、こう打っておいても確かにね、8になりますね、はい、ということで、はい、これならば逆に今度は取ることができたと、そうなんです、ということで、まあ、攻め合いってね、やっぱりこう読み切るのは難しいんだけど、まずはこう広げようと、まあ、詰める方だったらなるべく相手を狭めようと、そうです、そうです、そういった発想がすごい大事になるわけですね、結構ね、はい、実戦でこう攻め合いが出てくると、うん、すぐそこでね結構形勢が入れ替わったりしてしまうので、うん、はい、はい、ちょっと攻め合いが出てきた時はちょっと今スペースを狭める、ダメを詰めるということを意識してみてください、うん、はい、はい、というところでこのあたりで大丈夫ですかね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。